ちびタリア。昔々、生まれたてのイタリアはローマ帝国というお家で、フランス兄ちゃん家の隣、いろんな国と一緒に暮らしていました。でもある時、おじいちゃんがイタリアを連れてこの家を出て行ってしまったのです。しばらくおじいちゃんと二人で絵を描いたり歌ったりして過ごしました。イタリアは絵を描くのがとても上手だったので、おじいちゃんは大喜びです。絵を描くのって楽しいな。なんだかとってもルネサンスな気分。フランス兄ちゃんやローマ帝国や、まだ会ったことないけど兄ちゃんにも見せたいな。早くみんなに会いたいな。でもまた会えた時、また一緒にローマ帝国になれ。弟、俺の方が格上だよな。みんないじめっ子になっていたのです。待て、神聖ローマ帝国になれ。ジビタリア。おい神聖ローマ、イタリアばっかり追っかけんのやめろよな。神聖ローマ怖いよ。お前がうちに来ればいいだけの話だ。それはおじいちゃんダメだって言ってたもん。じゃあ力ずくでも。人がいた矢先に。あんな奴らほっといてチュロス食うか。イタリアがいじめられっ子になるまで。ローマが亡くなった後、イタリアは小さな国の集まりでした。そして当時のイタリアには何でもあったのです。肥沃な大地、温暖な気候、素晴らしい歴史、芸術、宗教と、とっても魅力的な国だったのです。他の国からしたら、こんなに素晴らしい獲物はなく、フランスの突入を皮切りに他の強国たちがこぞって海からイタリアをむしり取り始めたのでした。ジビタリア。あれれ、どうしたのでしょう。スペインさん、いつもの元気がありません。スペイン兄ちゃん寂しそう。ねえねえ、スペイン兄ちゃんどうしたの。ああ、イタちゃんか。一つだけ言うておくわ。今のうちに好きなこと全部しといた方がええで。え、なんでなんで。お前もそのうちわかるわ。よくわかりました。イタリア戦争。イタリア全土が血祭りに挙げられることになったのがこのイタリア戦争です。あちこちの国からリンチされたイタリアは強国に切り売りされてしまいます。以後、お坊ちゃんイタリアの苦難の下っ端生活が始まるのでした。というわけで、今日からあなたはオーストリアが所有いたします。あなたには私の召使いとして働いてもらいますからね。なお、あなたの土地の産業政治などは私が指揮します。あなたは私に忠実に従っていればいいだけです。何か質問はありますか。あのご飯にパスタは出ますか。出ません。ジビタリア。オーストリアさんは規則や規律にはとても厳しい人です。あなたはもう少し慎重になるべきであって。ドジなイタリアはよく怒られます。反抗すると踏みつぶされるので、オーストリアさんが怖くて仕方ありません。でもそんなオーストリアさんが大好きになる時間がありました。そんなところに立ってないで、きちんと部屋に入って座ってお聞きなさい。オーストリアさんの奏でる音楽が大好きです。ジビタリア。ただいま。あいつら制圧してきて。イタリアがうちにいる。
うるさいですよ。チビタリア。イタリアはチビのくせに食いしん坊なので、まかない食では足りません。パスタ落ちてないかな。ダメ、これは食べられない。全くあなたという人は、ちょっと目を離すとつまみ食いして。はい、やっ、うん、今日はそこで反省していなさい。いいですね。はい。お腹空いた。やあ、チビタリア。イタリア、その絵を教えてほしいんだが。いいけど、神聖ローマ絵描くの？くそ、うまく描けないな。うまいよ。どこが描けないの？あ、足も。こうだよ。今日は帰る。こんなところにネズミか。屋敷内の平和のためにも一応俺が駆除しておくか。待てこら、逃げるな。もうよし、追い詰めたぞ。知りませんよ。神聖ローマのお屋敷には似たような境遇のハンガリーさんという女の子がいました。かわいそうな境遇にもかかわらず、とっても明るくていいお姉さんです。今日はハンガリーさんのお洋服を着せてもらいました。イタちゃんかわいい。なんか違う気がするけど、まあいっか。神聖ローマ見て見て、ハンガリーさんの着てみたよ。え、お前なんてかっこ。何？ごめんなさい。やっべ、ひぶさん、出ました、ハマリコが。この頃、神聖ローマの家の中はとっても不穏な雰囲気です。オーストリアさんに家の中の人も外の人も突っかかってくるのです。なんなのあいつら。最近やけにでかい顔しちゃって、理由こじつけてオーストリアさん叩きたいだけじゃないのさ。肉親同士で殺し合い始めなきゃいいけど。やその不穏な雰囲気は瞬く間に神聖ローマの家やその周りを飲み込んでいったのでした。チビタリア。次の日の朝、起きたら広いお家の中には僕たち3人しかいませんでした。あの、みんなは？イタリア、外に行って水を汲んできなさい。早く。イタリアさん、一体何があったんですか？簡単なことですよ。私は一人になってしまったんです。おい、イタリア。あ、神聖ローマ、ちゃんとお掃除してるよ。だから大丈夫。
イタリア、真剣に俺とローマ帝国にならないか。二人で世界で一番強い国を作ろう。なんでだ、こんなところで一生過ごしたくないだろ。お前だって強かったローマ帝国に戻りたいはずだ。だってローマおじいちゃんは大きくなりすぎて滅んじゃったんだよ。おじいちゃんの体傷だらけですごい辛そうだったの。あんな風になった神聖ローマ見るの嫌だよ。ローマになっちゃダメだよ。このままの神聖ローマも好きだよ。だからお願い。不穏な雰囲気に飲み込まれてしまった神聖ローマ帝国の家。そしてとうとうイタリアとさよならしなければいけない朝が来たのでした。神聖ローマ、準備済んだらとっとと出発すっかんな。ああ、とこれだけだ。絵なんかかさばるし、置いてきゃいいのにさ。何それ、好きな子っていうか召使いじゃん。違う。じゃあなんだよ。状況は聞いたで。なんかごっつやばいことになっとるようやけど、俺らスペインは全力でお前に加勢するからな。しかし君敵多いな。お黙りなさい。じゃあ俺がイタちゃんの家から。オーストリアさん、まさかあなたが今度戦う相手って。おはよう神聖ローマ。止まれ。なんでお前は、追いかけると逃げるくせに、俺が逃げると追っかけて。神聖ローマ。あのなイタリア、お前に一つ言わなきゃならんことがあるんだ。今までごめんな。もうさよならだから安心しろ。どういうこと？そのままの意味だ。神聖ローマ、そろそろ行くぞ。ああ。じゃあな、元気でやれよ。お前、どうしてそんなもの。イタリア。ありがとう。お前の気持ちは受け取ったぞ。なんでデッキブラシ？さあ。それじゃあ俺からも。お前の家では好きな人には
何するんだ。キスかな。そうか。900年代からずっとお前が好きだったんだぞ。本当だ。嘘じゃない。嬉しい。じゃあな、イタリア。戦い終わったら絶対会いに行くからな。神聖ローマは長い長い戦いに身を投じることになるのでした。なんか幸せ。